ロボットの開発をしております ZNP の代表谷口久志です。よろしくお願いします。私が実際ラクロに乗って評価を始めてたんですね。でするとね、突然ラクロが違う方向にガーンと進み始めたんですよ。で危ないと思ってストップボタンを押したんですけども、まあ、原因は自己位置ついて、自分の位置をロボットが把握していなかったという、このバグだったんですね。自己位置ついてのバグだった。でその時に、まあ、普通まっすぐラクラ進んでる時はカメラがあってライダーがあるのでちゃんと周りが見えているように思えるんだけども、一旦自己位置ついてを外してしまうと、まるで、まあ、人間でいうと目が見えないような状態になってしまうということを自分の体験を通じて気づいたわけですね。でそこで、まあ、ロボットから学んだということですかね。自動運転技術は視覚障害者の方に対して自己位置ついてもそうですけども、障害物の回避をしたり、信号認識って難しいんですけど、そういう信号認識を代わりに代行するできるんじゃないかというのを気づいて、まあ、その時はちょっとね、すごいいい発見をしたなと思って、すごい嬉しかったですね。視覚障害者に特定しているわけじゃないんですけども、自動運転を始めた2009年頃から、なんていうかな、運転できない人とか移動が困難な人の、まあ、助けになればいいなということも考えていて、でプリウスをベースにしたロボカーを2013年の東京モーターショーに出展して、で自動走行のデモやったんですけども、その時には数名視覚障害者の方を招待をして体験していただいたんですね。で最近では2018年にラクロを開発した時には、まあ、視覚障害とあと歩行障害両方持ってる障害者の方にラクロに乗ってもらって貴重な意見を聞いたりしたんですね。で私は、まあ、いずれ障害者また健常者に限らずね、幅広い人がこのユニバーサルなロボットインフラをね、そういうものを提供したいと思っているのが、まあ、私の思いですね。このアイキャンはこのインフラを整備する事業と言えるんですね。だから、まあ、一社でできるようなもんじゃないということと、あと、まあ、寄付していただける方が、まあ、自分が希望する場所にサービスを提供するというようなこともできますし、まあ、なるべく多くの人たちに、まあ、早く広めていくためにも応援者を増やしたいということでクラハンを選びました。私は世界中の障害者の、まあ、視覚障害者の方が不安なく公共交通を利用したり、街へ出て散歩したり買い物ができるような、健常者と同じようなその外出を楽しめるような、そういう世界を作っていきたいと思います。